はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はダイソーの300円商品になるんですけど、まあ伸縮ランタンライトというのがね出てたんでご紹介いたしますね。ライトの色はね、電球色ですね。光速は100ルーメン、連続使用時間がね43時間から48時間、単三電池が3本ですね。中を開けるとこんな感じですね。本体の色はね、どうも私黒を買ったみたいですね。スイッチはね、これ本体をこう引き伸ばすと入るようになってますね。かなり明るいですね。この真下に対してはあんまり光がねいかないですけどね。こういうねスイッチがついてますね。この棒がね上からこう降りてくるとスイッチがね切れるような形になってますね。もし分解するんであればね、最初にこの頭の部分ですね、これがもう右ネジでねじ込みになってるんで、こう左回してねのけてやったら作業しやすいですね。この電池のね当たる部分ですね、端子がね、まあこれ金メッキ風になってますね。金色になってますね。結構こういうところの接触不良でねつかないことが多いんでね、まあこれはちょっとありがたいんじゃないかなと思いますね。伸ばすと18センチ、縮めると12センチですね。直径が86ミリぐらいでしょうかね。この辺のね隙間が空いてますんでね、まあ防水にはなってないですね。でもあの短時間のね小雨ぐらいであればね耐えれるんじゃないでしょうかね。重さはね電池込みで 300g 弱ですね。本日はね、以上になります。ありがとうございました。失礼します。